はい、年金復活プランを活用したら、経営者の方の場合ですね、ご自分の場合、年金がいつからもらえますかという質問をね、いただくことが多いですけれども、これは大変難しい問題になります。で、例えば一例を挙げてみると、株式会社で3月決算の会社の場合で見てみまして、3月決算の会社ですとね、申告期限の延長の特例の申請というものですね、法人税の申告の、納期限を延ばすような、特例の申請をですね、所轄税務署長宛てに出されていないという場合でしたら、法人税の申告はですね、5月末までに行われていると思います。で、当期の代表取締役様とかですね、取締役さんの報酬はですね、それまでに株主総会、取締役会で定められていると思います。で、5月の株主総会で、例えば6月支給分、その翌月の6月支給分から翌年の5月支給分までの役員報酬を決定される会社があるとして、その場合はですね、その年の8月までに年金支給開始年齢に到達する役員さんについて、今期から年金復活プランを採用されたとしたら、株主総会を開催した月の4ヶ月後、具体的にはその年の9月分のですね、年金からもらえるということになります。で、公的年金はですね、年6回偶数月24681012月の15日にそれぞれ前月分までの2ヶ月分が支給されることになってますから、9月分の年金が支給されるというのは10月の15日ということになりますね。大変ややこしいと思いますけれどもね、以上概説をしてみました。